ただいまから定例記者会見を開催いたします。今日は案件の説明に先立ち、東日本大震災から4年を迎えての市長コメントを発表させていただきます。それではお願いします。ありがとうございます。未曾有の被害をもたらした東日本の震災から4年が経過いたしました。まだ復興の半ばということで、たくさんの日本人が東北でまだまだ元の生活に戻れない状況が続いていると聞いておりますけれども、一日も早い被災地の復興が遂げられることを、この前橋市の力も祈っております。前橋も震災発生後、いろいろなチャンネルを通じて、被災地の復旧に努力をしてまいりました。その一つが中核市の仲間である福島県いわき市に対する職員の派遣、そういうことも現在も行っているところでございます。また震災当初はたくさんの被災地からの方々がここ前橋市にも避難を行っておられましたけれども、現在でも52世帯134名の方がまだこの前橋において生活を行っておられます。こういう前橋における被災地復興への応援もまた引き続き行ってまいりたいと思います。あの日から災害に対する私たちの備えもまた新たにしつつあります。その一つが、ハザードマップの新しい新バージョンへのハザードマップの制作、そして前橋市における地域防災計画のすべての見直し、こういうことも行ってまいりました。また具体的には防災ラジオの市民への配給および市民への購入のお願い、こういうことをし、少なくともこの前橋においては市民が災害に対応できるような都市機能を作りつつある状況でございます。また昨年2月の大雪の教訓も踏まえまして、コールセンターあるいは地図情報を利用した災害情報収集、そして総合防災訓練や頭上訓練を行い、また自治会に対してもそれなりの対応力を高めるような施策を取り組んでまいりました。こんな中で私が今感想として持っていることは、やっぱり災害対応は人、そして教育なんだ、その思いであります。実は災害に対する地域の災害に対する教育として災害の訓練、防災訓練、こういうことを24年度以降取り組んでまいりました。現時点で約1万人の方々が防災の教室であろうとか防災に対する訓練などに参加をされていただいております。自主防災会の防災訓練は平成24年度に比べ10倍以上を実施され、内容も充実していると感じております。今後も引き続き市と市民、そして市民をいろんな形の災害を対応力を高めるための教育を通じて、この町を災害に強い町としていく、それが市長としての責務であり、震災を風化させないためにも今後も取り組んでまいりたいと考えております。以上が震災4年を経ての前橋市長としての思い、感想をお伝えさせていただきました。以上でございます。それでは案件の報告に移らさせていただきます。まず最初にお預かりいたしましょう。はい、ありがとうございます。まず最初に、前橋は2020年、東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進の、首長連合に加盟することとなりました。これはキャンプ地あるいは本競技の開催という観点ではなく、
日本に訪れる諸外国の方々が大変に多くなる2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向かって、またとない日本の文化、そしてこの当地前橋の文化、観光を諸国にアピールする最大の機会として捉えております。そんな中、この連盟に加盟することといたしました。この次回全国市長会議において、正式な開催、八会総会が行われると聞いておりますので、後日またご報告をさせていただきたいと思います。一方、文化、あるいは観光促進という意味合いでなく、キャンプ地、あるいは本競技の開催に向かっての取り組みも、また相変わらず取り組んでまいりたいと考えております。何度も申し上げますように、前橋では、これは前橋における1999年に行われた世界国際陸上の時のパンフ、大きな大判ポスターでございますけれども、こういうような国際大会をできる実績のある都市として、やはり前橋はキャンプ地、本開催競技に向かっての、誘致を引き続き行ってまいりたいと思います。それでは最後のご報告でございますけれども、前橋地域活動ポイント制度のお話をさせていただきます。私が説明した後のがいいですか。はい。前橋は防災においても同様に、一般的な市民活動においてもたくさんの市民力がこの前橋中に活動していただいておられます。それぞれの担い手の方々が本市をより一歩良くなるために市民の力でさまざまな活動をしております。前橋においてその中枢となっているのが前橋市市民活動支援センター、我々は M サポ、前橋の M にサポートのサポを使って M サポと呼んでいます。ここの団体に登録している市民活動集団だけで250団体ほどが登録をしていただいている、市民一定人口あたりの市民活動組織の量とすると前橋は全国でも屈指の都市であろうと考えています。さて、そういう方々が今現在ボランタリーにいわゆる無償で活動を行っております。中には市からのいろいろな活動助成があったり、あるいは、企業からの会費収入等を持っておる団体がもあるとは思いますけれども、ほとんどの方々が無償での活動となっています。そこに持続可能性のあるような新しい仕組みをフィーとして収入として何らかの活動の原資ができないものかとかねてより考えてまいりましたけれども、今回前橋地域活動、ポイント制度という形で実験を行うこととなりました。これにつきましては4つの地域づくり協議会と M サポが主催する活動に事前登録をしていただいた担い手の方々がポイントカードを持ってその活動に参加し、そのポイントを自分のカードの中に貯めていくというものです。そして5ポイント以上貯まって一定の時期になれば申告をいただきますと、そのポイントをクオカードや図書券との引き換えを行う、そういう制度でございます。今回特記すべきはポイントを自らのクオカード図書券等に変えないで、その方が考える団体の活動費としてそのポイントを寄付するということもポイントの使い道として、考えさせていただきました。他団体、活動団体への寄付の場合は、ポイントが2倍になって活動団体に付与、還元できるというものでございます。まずは1年間、社会人権として
行っていく、その方向で、今日は記者会見に臨まさせていただきました。なお、今回の社会実験を行う M サポと4つの地域づくり団体のその4つとは、天川地区、南吉地区、清里地区、春日川地区の4地域づくり協議会および前橋市市民活動センター M サポでございます。今デモンストレーションをさせていただきたいと思いますので、画面、あ、私がやる、あ、じゃあ私が、何のボランティアに来た感じ、赤城白川の清掃大会がありました。僕がその、ポイントを登録しているボランティアです。で、お願いします。ボランティアの山本です。あ、はい、じゃあお願いします。今日一日頑張ります。こっちですか、ピコなりましたかね。はい、あ、前橋五郎さんですね。はい、失礼しました、前橋五郎です。という形で、草刈りしたり、何かをして終わります。そうすると、こういうアクションを、まあ、年会5回やると5ポイントがたまりますので、5ポイントたまりますと、500円のクオカードと交換できるということですね、所さん。はい、ということでございます。今、大勢の方々に登録をいただきたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。なお、ポイントカードにつきましては、今が IC カードでございます。IC カードの場合は、こうやってクラウド上に自分がどの大会に行って、何をボランティアして、何ポイント貯まっているのかを、自分でアクセスして見ることができます。で、一方、そんな IC カード俺持ってないよっていう方は、このパウチ、普通の、なんていうんでしょう、結構のつぶつぶの QR コード、QR コードのついてるやつで、またこれもボランティアの会場で係の人に押すと、同じことになるわけですね。ということです。従いまして、今、例えば7個カードとか、スイカとかをお持ちの方は、これの中にこの登録をの、この領域の中にその登録ができますので、そうするとカードを何枚も持つ必要がないということになります。まあ、これが、市民活動支援ポイント化制度のご報告でございます。本日の、会見は以上で終了させていただきます。これより質疑に入ります。今月の幹事社であります上毛新聞の前原さんに進行をお願いいたします。はい、上毛新聞の前原です。最初に案件について幹事社より質問させていただきます。先ほどの地域活動ポイント制度なんですけれども、今回ボランティアに参加される方にとっては非常に励みになる上に、実際に今までちょっと参加するかどうか迷っていた方たちにもかなりこう活動に参加する動機づけにはなるとは思うんですが、例えば活動実態に応じて市の助成金をこう増やすといった形ではなくて、あえて個人へのポイント制度を導入した経緯というのは。そうですね、もちろんそういう方向もすでにやっておりますし、前橋では面白い市民提案型パートナーシップ事業という形の中で、いろいろなボランティア団体がこういう活動をするから、前橋の活動費をコンペティションで取り合うといったら変ですね、配分を決めるという、そういうこともやっております。ただ、まあ、こういうものにつきましても、結果的に参加をする方々はボランティアになるわけです。私自身は参加をするご本人に対して何らかのちょっとした励みを作っていく、それが社会の循環をするような、そんな大層な金額ではないわけです。毎日もし頑張ってボランティアに出て年間50回出たとしても5000円でございますから、そんな大した金額ではないんですけども、やはりそういうことについて
みんなに対して少しの応援をできるっていうこと、まあ、それを張り合いにしていただくような環境になれば、ボランティアというものが回りやすくなっていくのではないかとは私たちは考えております。ありがとうございます。はいはい、で事前登録者なんですけれども、どういった形で募集されますか？どうしよう、止まる課長。私の方からだとなんかベラベラと読むだけになりますので、戸丸さんから。はい、生活課長の戸丸です。よろしくお願いいたします。ホームページやあとはその地区の公民館舗、そういったもので募集をかけようと思っております。以上です。幹事社からは以上です。それでは、はい、各社案件について何かありますか？すいません、産経新聞の浜田と申します。地域活性化推進首長連合の方なんですけれども、はい、参加首長一覧を見るとですね、群馬県の首長で参加されているのは、前橋市山本市長だけかと思うんですけども、はい、今後具体的な施策は今後決まってくるかと思うんですが、この前橋市がですね、この、首長連合にですね、参加するそのメリットというのをですね、市長はどのようにお考えになってらっしゃいますか？そうですね、スポーツの本開催あるいはキャンプ地の場合はそれぞれの体育部会が、まあ、主たるおもてなし受け皿の対応になろうと思います。この場合は今前橋市の持っている観光分野、文化活動あるいはいろいろな、前橋らしいものに対してたくさんの外国人の方々がお見えになってそれに触れていただくということですから、もしかすると小学校や中学校に、見学に来てくれるような団体もおるかもしれませんし、あるいはアジアの諸国から前橋市の農業に見学に来ていただける方がいるのかもしれませんし、まあ、そういう意味合いで間口の広い前橋らしさを諸外国にお届けしていく手法としては非常に我々とすればありがたい取り組みになるのではないかと考えております。また同様に文部省のオリンピック委員会の方からホームタウン制度、ホームタウン、前橋はどこかの国を中心的に応援するよというようなホームタウン制度に対しても、前橋は参加を表明しております。まあ、これにつきましてもどこか決めた、まあ、今回の4自治体会議でも、まあ、台湾という方向を向きながらみんなでやってみないかというお話が出ておりましたので、仮にそういう形でこの4首長の考え方がまとまれば、まあ、小学校、中学校で、まあ、台湾の言葉で、歓迎をする挨拶だったり、あるいは台湾選手団を応援するような垂れ幕を作ったり、まあ、そういうようなこともできるんだろうと思います。いろいろな意味合いで、せっかく見えられる国際、海外から来るお客様に対して、前橋らしさをアプローチしていく、そのきっかけになるのは事実だろうと思います。他にありますか？朝日新聞の上田と言います。まずこちらの首長の連合の方のお話なんですけど、今いろいろとお話ありましたけど、特に観光なんかだとですね、何を外国人の方に広めていきたいというのを具体的には思われますでしょうか？まあ、見えられる方々がそれぞれの思いの中でこちらにお見えになるんだろうと思いますから、まあ、それは様々だろうと思います。ただ幸いにして前橋は例えばヨーロッパでしたら過去100年前の絹、そういうものを求めてくる方がおられるとすれば赤城南麓の産業遺産であろうと思いますし、あるいは日本人らしさをなんて言えば自社仏閣であろうかもしれません。あるいは剣道の大会であるかもしれません。
あるいは赤城神社における何らかの、宗教行事であるかもしれません、まあ、いろいろなメッセージが出せるのではないかなと思います。ただ一つだけ明確なのは、取ってつけたような誘客イベントではないということです。我々は素のままで本物のこの赤城南麓の暮らしぶりを見ていただく、そこの中でグリーンツーリズム、エコツーリズム、アグリツーリズム、いわゆる赤城、僕たちは総評して赤城ツーリズムと呼びますけれども、我々が文化財として登録している阿久沢家民家、あのわらぶきの宿でかまどで、釣ってきた鮎を焼いて、くつろぐみたいな、そういう、今の前橋人も忘れているかもしれませんけれども、そういう暮らしぶりをお見せするような、そういうチャンネルは大切にしていきたいなとは思っております。まあ、どちらにしても あるものをお見せするイベントとして何らかの形を整えるものではないだろうと思います。昔からあるものをきちんと磨いて提供する形で、このおもてなしは取り組んでまいりたいと思います。案件について他にありますか。G 通信の小島と申します。前橋地域活動ポイント制度なんですけれども、この1ポイント100円とか200円の、原資っていうのはどのようにされるんでしょうか。何か市の方から の施設っていうのは何かあるんでしょうか。教えてもらえればと思います。市の方の施設、支出ですね、財政支出あるのかどうか、予算とかですね。これは一般財源からの繰り出しになろうと思います。太陽光の収入とかいろいろ考えましたけれども、まずは環境ボランティアばかりではございませんので、いろいろな福祉系ボランティアもありますので、一般財源からの支出歳出を行ってまいりたいと思います。予算額としてはいくらぐらいですか。見えてはいませんが、50万円、トータルで、はい、とするとそんな大きなものではないですね。まずは今回は社会実験でありますし、そういう意味でそのぐらいの規模からまずは始めてみたいなと思います。大体何名様がアベレージ何回のボランティアに参加するというのは、じゃあ泊丸課長の方で想定しているわけですね。そうですね、社会実験ですので、1000名程度の方に登録いただければありがたいなと思います。で、1000人の人がすべてその対象事業に参加するわけではありませんので、先ほど市長が1人50ポイントと言いましたけれども、50回も参加していただけると、それだけ地域の事業が活性化しますけれども、5回からせいぜい10回かなというような想定はしております。すみません、今の関連でも当初予算にこれ盛り込んでるんですか。そうです、はい、ご参加しております、はい、でも思わず支出になると、戸丸さん、はい、大丈夫ですか。 1万人の人が5回やったら500万になっちゃいますけど、はい、嬉しい、ね、あ、そうですか、はい、またさらに戸丸さん、この人が全部自分のクオカードにしないで、この活動が応援してあげたいと思って還元させますと倍になってしまいますよね。はい、それも合わせて、来年度は50万の予算。50万円、はい、はい、はい、多分ほとんどの方が自分、そんなことを今僕は限定してはいけないでしょうね。他団体への活動応援に回す方もいれば、自分自身のちょっとした励みに使ってくれる、いろんな活動方法があるのではないでしょうか。多分このシステム自身はこういう形でトータルなシステムとしてやっている都道府県市町村というのは僕の記憶でもあまりないと思いますので、こういうことも拡大していけばいいなと思います。また同様に前回記者会見でご報告したように介護のボランティアのポイント制度もやっております。こちらの方は65歳以上の高齢の方々が、元気な先輩方が施設、特別養護老人ホームや
老人施設等の中に行ってのボランティアに対しての応援を、ちょっとした励みを、こちらの方はもっともっと少額だったとは思いますけれども、もうそういうのもやっております。まあ、最終的には ICT 前橋シルクプランの中で、1枚のマイナンバーカードの空き領域の中に、このポイント制度を入れていくような形で、まあ、次年度以降は、伊藤さん。そうですね、だからまあ28年度にはそういう形で発展的にマイナンバーカードの方に入れ込んでいけるのではないかと思います。まあ、それへの、まあ、離陸に向かっての助走を始めたということです。どうぞよろしくお願いいたします。他にありますか。FM 群馬の笹川です。2点あるんですが、まず前橋 その地域づくりのポイントの方なんですが、これ登録の、実施時期、いつからいつまでなのか、あとは実際にその登録した皆さんが活動を、27年度する際にはいつからスタートしていくのかというのを教えていただきたいんですが、担当から。登録については4月1日から始めさせていただきます。で、活動ですけども、これは地区によって、その事業計画に位置づけられた事業が、始まる時期というのはまちまちですので、その先ほど市長が説明がありました、市民活動支援センターの事業、それと4地区の事業、それのスタートが最初の活動をポイントを与えられる事業かと思います。はい、現時点ではいつ、例えば春ぐらいからとかですね、夏前とかですね、このぐらいの時期というのはあまりまだ定まってないんでしょうか。まあ、地区によってはもう4月から、対象事業がスタートする時期もあろうかと思います。はい、ありがとうございます。具体的に何か見えてるのですか。あ、白川清掃、さっきの元の画面になれば日時が書いてありましたっけ。多分今のが入ってない。4月29日だったんですかね。そうですか。4月29日は間違いないと思いますけど、はい、じゃあ4月からスタートして、はいはい、ぜひ皆さんがポイントカードを持ってピッてやって草刈ってるシーンを皆さんにもお伝えしたいと思いますので、多分一発目が赤城白川清掃かね、4月の29ですから。それ以前の多分 M サポート、今言った4団体の下着行事はないとは思いますので、次回の会見の時明確にご報告させていただきます。市長、もう一回連合体のことで教えてください。はい、いろんな自治体の、ま、考え方取り組みある中で、諸外国の方が、ま、東京五輪を機にいらっしゃる、で自分の自治体のいろんな文化を見てもらいたいという取り組みされると思うんですが、そうですね、自治体単独で取り組むという判断の仕方もあれば、今回前橋の場合はこの連合体に入って取り組むという判断をされたわけなんですが、はい、単体ではなくその連合体に入ることで、前橋としてどういう、こうメリットであるとか、効果を出していきたいのか、どういう判断をされたのかというのを知りたい。そうですね、やっぱり外国の人は何を見たがるのだろうか。それはもうクールジャパンです。きっとそういう意味合いで、漆器だったり織物のカタカタをだったり、あるいは漫画のカリカチャーをデザインしているスタジオを見たりとか、いろんな楽しみ方の中で日本を文化を満喫したい、そういう思いの中で来るんだろうなと思います。そういう意味で前橋だけの受け皿ではなくて、やっぱり複合的なものなのではないでしょうか。わかりません。何を見たがるか、私にもまだ明確には見えておりませんけれども、そういう意味合いで、まあ、補完し合いながら、鎌倉堀を楽しみに来た人が、じゃあ前橋の山で、薪ストーブに当たるようなキャンプをやりたいみたいな、まあ、いろんなストーリーを、大勢の首長さんと、カンカンガクガク、面白いことを言い投げながら、ルートを作ったり、あるいは刺激を受けながら取り組んでいく、まあ、その方が前橋市としても、まあ、参加感もあるし、きっと励みになるではないかと私は考えております。ありがとうございます。案件について他にありますか。
なければ案件以外については、はい、ではありがとうございます。